エルザス・ロートリンゲン・アルザス・ロレーヌ共和国は第一次世界大戦終結後にアメリカ合衆国のウッドロー・ウィルソン大統領の支援のもと存在した短期政権である。帝国時代にはアルザス・ロレーヌは帝国構成州エルザス・ロートリンゲンとして帝国政府の直轄地として扱われていたが1911年に自治権を勝ち取ったばかりであった。 1918年に発生したドイツ革命の発生による混乱の中、バイエルン王国で労働者による革命が発生し、レーテ共和国が成立した。この知らせがエルザス州とシュトラースブルクで報じられるや、いや、数千の自由主義者がドイツ革命に参加した兵隊の帰還を祝うため、市の中心であるカイザー広場に結集した。革命軍の支柱にあった列車は、 すぐ近くの都市ケールで帝国派の主に将校に足止めを食らっていたが、最終的にケールを占領するに至った。革命軍はさらに、シュトラースブルク兵士評議会を設立し、同地を占領した。続いて、労働評議会が設立され、ビール工場の労働組合員が議長に就任した。彼らはドイツでもフランスでもどっちつかずでもないをその標語として掲げた。 およそ11日後、アルザスロレーヌ共和国は、フランス軍の占領によって解体され、アルザスロレーヌ地方は、不服戦争以来、再びフランスの領土として編入された。ありがとうございます。